ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。今夜も始まりました、ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。パーソナリティはアコースティック音楽ユニットナックルヘッドのボーカル永瀬と鍵盤俊江です。月曜夜のハッピータイムはドライブスルーピッツァウッドベーカーズ、五つ星お米のマイスターのいる小江戸市場金広の提供、手作りの器で美味しいご飯、川越昭和の町の大黒屋食堂、エンターテインメントを発信するオフィススパークルの協力でお届けいたします。皆様こんばんは。こんばんは。今日はですね、出張のね収録してますね。はい、そうだね、はい、すごく広くて ねなんかポツンってね、なんかすごい広い中でポツンってなっちゃってる感じで、ね、ガラス張りの中でね、はい、自分は映らない位置に陣取りました、はい、今日はね、はい、先日ご出演いただいた狂言方の高澤様からのご紹介で、ラテンダンサーの岡田様にお越しいただきました、はい、なんかね、いろんな噂はね実は聞いてたんですよ、はいね、だけどまさか紹介していただけるとはね思わなかったので、とっても楽しみにしてきました。まあダンスといってもいろいろ種類ありますし、はい、私の母も社交ダンスやっていったことがあって、はい、父と私でやめろやめろと言ったいきさつがあるので、はい、先生には申し訳ないんですけど、はいはい、俺もねバンドで昔ねちょっとダンス練習してね、腹ダンスですか、まあ、どうでもいいですね、はい、はいはい、それではご紹介いたします。岡田優子様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まずは自己紹介からお願いします。はい、皆様こんばんは、社交ダンス教室岸田ダンスアカデミーの岡田優子と申します。本川越駅から徒歩3分のところで、広い、ね、スタジオで明るくラテンダンス、そして社交ダンス全般をお伝えしています。最近では、着物ダンサーズとして、活動もしていますので、何かのイベントでねお会いした方もいらっしゃるかもしれません。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずダンスを始めたきっかけを教えていただけますか。はい、ダンスはですね大学の部活で社交ダンス部に入って初めてダンスを、はい、踊ることになりました。じゃあなぜ社交ダンス部に入ろうと思ったんですか。そうですね、もともとダンス自体は興味があったんですね、はい、ただなんていうかな、やっぱダンスってこう可愛くてとか身長高くてとかスタイルのいい子が踊るものっていうイメージがあって、うん、はい、趣味でねとか裏でなんか踊るならいいけど、うん、なんか自分が人前で踊るなんてっていうのがあったんですよね、はい、でその大学に入った時にまあ、新入生歓迎なんとかみたいなのがあって、はい、うん、ダンパですね、うん、ダンスパーティーがあって行った時に、はい、まあちょっとね楽しちょっと踊れるかなと思って行ったんですけれども、その時に先輩がこうデモンストレーションしてくれたんですね、はい、できらびやかな女性の先輩よりも今までこうダンスを教えてくれていた男性の、はい、ちょっと冴えない男性の先輩がですね男性の先輩がですね踊り出した途端すごいキラ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 しちゃって、はい、あ、変身できるんだと思ったんですよ。別に普段冴えてなくって思ってたら先輩に失礼なんですけど、はい、あれ私もいけるんじゃないと思って、はい、でそのなんかキラキラした世界に、うん、なんか私もやってみようと思って、はい、始めたのがきっかけなんですよね。確かに背筋をきちんと伸ばして、うん、でまあメイクとかもありますけど衣装とかも、はい、冴えない感じに見えてても普段はちょっとそういう風に背筋をシャンとして踊っていると軸がきちっとしているだけでもすごく素敵に見えたりしますよね。そうですね、うん、でやっぱり何かこうスイッチが入って普段の自分じゃないモードに入った瞬間が、あ、それでいいんだなと思って、はい、いつも通りじゃなくていいんだなと思ってやれたのもあるし、はい、あと社交ダンス自体がやっぱりまあ、
そんなにポピュラーではないから、ちっちゃい頃からやってましたっていう人がその当時は少なかったんで、はい、なんていうのかな、みんな始めるラインが一緒、はい、なので大学 の, あのインカレのこう試合競技会っていうのがあるんですけれども、はい、そこで活躍できるチャンスがあるかもっていうのもあって、あなたももしかしたらナンバーワンになるかもっていう、はい、触れ込みを信じて始めちゃったんですよ、はい、じゃあ大学の頃、うん、その結局1位取ったんですか。全日本戦で、2位に、はい、すごい全日本だ よ, いだよ、全日本で2位ですか、なっちゃったんですよ。それすげえな。それ社交ダンスってすごく種類があるじゃないですか、うん、何種類ですか、はい、全部で、はい、10種類あるんですね、はい、ワルツとかタンゴって言って、スタンダードダンスっていう組んだまま踊るやつが5種目と、はい、あと私がやっているラテンダンスっていうのが、はい、まあ、ルンバとかサンバとか、はい、ジャイブとかっていうものがまた5種目あってなんですよね、はい、はい、全部で10種目踊ってます。これ全部で競技の点数がついて最終総合点数でランクが決まる感じなんですか。そうですね、一応ラテンダンスとスタンダードダンスっていうのは分けてやってるんですけれども、はい、まあ、5種目総合の点数で上に行くとかっていうのもが、まあ、一般的ですね。で、テンダンスっていうのもあるので10種目全部で競う競技会もあるんですけど、結構過酷です。これすごい体力いりますよね。過酷どころじゃないですよね。もう着替えるのも大変なんです。私たちも出てたんですけど、はい、ラテンの格好して次のラウンドでは全部こう装いが全然違うので、はい、衣装をチェンジして踊って、でまた次の予選、準決勝、決勝ってだんだんに上がっていくので、そのために着替えがある感じで、はい、もうアスリートですね。そうですよね。そういう10種目で10着の衣装を持っていくってことですよね。あ、それがですね、はい、競技会の時は、はい、1着ずつっていうのかな、5種目連続で踊るんですよ、はい、なので、うんうんうん、途中で着替えられないっていう感じなんです、はい、はい、でたまにその予選と決勝とかで衣装を変える人もいるんですよね、はい、なんかこう自分もフレッシュな気持ちになりたいとか、ね、あと気合を入れるとか、はい、うん、 そうですね、そういうのでね、方もいるんですけど、前にテレビで命の人が、ね、はい、出てました、はい、ゴルゴさんですね、はい、あれすっごい毎回見てましたね。あ、そう、私はゴルゴさん系のラテンを踊ってる、はい、あれすごい激しいですよね。激しいですね。もう本当に競技選手としては本当にアスリートなので、う、実はこう私が所属している団体だとドーピング検査とかもされることがあるんです。大きな試合だとそんなのあるんですか。あるんですよ。やっぱりあんだけ体を動かすと、はい、やっぱそういうのはあるかもしれないよね。動きがあまり必要ないと思うんですけど、何かこう、まあ、いつかなんかこう、はい、オリンピックの種目に持ってきたいとかっていう、やっぱ思いがあるので、はい、そういう準備をしてるんですけど、うん、なんか踊りとドーピング検査ってつながらないですよね。そうだと思うんですけどね。だって踊りっていうのはほら表現じゃないですか、うん、ただやっぱりフィギュアスケートもそうだけども、やっぱりちょっとスポーツ性もあるじゃないですか。で社交ダンスもあんだけの激しい動きを、だってもう足とかすごい動きするの見たことないの。いや、ありますよ、うんうん、結構好きで俺見てました。 ありがとうございます、うん、あれを5種目も、しかもリズムが変わった瞬間にスイッチピッて変わって、また違う動きで、もう腰どうなってんだろうっていうぐらい。いや本当だよね。そのリズム感とかさ、うん、だからね、いきなりピッて変わった時のリズム感っていうのは、あれに1個に乗せて踊れるっていうのはすげえなって思いますよ、うん、本当。社交ダンスの、うん、私たちがデモンストレーション、人前で何かパフォーマンスをするときは、はい、音楽を選んでそれに振りをつけて踊っていくんですけど、うん、はい、競技会は何がかかるか分かんないんです。分かんないんですか、うん、あらかじめ知らされてない。知らないんです。ただテンポとリズムだけはその種目ごとに決まっているので、はい、それだけなんですよ、決まって。だから何がかかるか分かんないんです。曲じゃあその演技って大体決めていかれますよね、打ち合わせをして、はい、それが曲が違うとちょっと変わったりしませんか。一応振り付けは同じものを、はい、なんていうか、もうあらかじめ決めたものを踊るんですけど、うん、まあ、どっから踊り始めるとかっていうのはもうアドリブですし、曲調によって例えばこう
なんていうかな、ちょっと渋めの曲とか、はい、もっとこうリズミカルでこう元気な曲とかってなると、ちょっとやっぱりニュアンスが、音の取り方が変わったりとかするんですけど、はい、そのライブ感を楽しむっていうのも社交ダンスの一つ楽しみ で、あと周りにいっぱい人が、はい、選手が例えば12組一緒に踊ったりするので、それを避けながら踊ったりとか、まあ、ぶつかりそうになったらその場で待ってたりとかするので、本当に何が起きるか分かんないので、本当にその一回一回がライブって感じだし、相手と踊るっていうことも結構予想外のことが返ってくることがあるので、なんかまあ振りは決まってるんですけど、決まってるんですけど結構ライブな感じです。そうですね。喧嘩されたりとかすることないんですか？しますします。します。なんでそこそうなるのみたいな。でもだいぶまあ長くね組んでると、その喧嘩しても何も始まらないっていうのが分かってるので、お互いに。こうなんていうかな、まあ、そういう風に出たらこうやるよね、 あんたそう出るんだったらじゃあこっちがこう出るけどっていうやり取りを楽しむっていうのことにして、なんかこうって決めちゃうと、あれやんなかったじゃんっていう喧嘩になっちゃうので、いや俺らも練習の時、ね、喧嘩しないようにこうもうちょっと大人にならないとな。それなんか私に言ってる？いや、大体怒られるのは決まってるよね。うん、そうですね。はい、でも喧嘩はしますよ。やっぱり喧嘩というか話し合いですよね。そうですね。話し合いはしますね。はい、そうですよね。お二人もやられる。二人でやるとね、いろいろありますからね。リハーサルの時なんて。お前歌下手くそだなとか、もうケチョンケチョンですよ。なんか自分で作った歌歌ってるのに、なんで下手くそって言われるのもなんか微妙な感じがして、まあ声の調子がちゃんと整ってないとかで、あんまりそれをやられると一人で練習してって言ったりしますね。ちょっと合わせるレベルに達していませんね。過酷ですよね。いや、そうですね。いや、私も、私のパートナーも普段と本番のスイッチの入れ方が全然違うので、練習でやったことは何だったのっていう風になって、なんか根底から覆すよねって言ったことがあります。なんかあんなに細かく練習してきたのに、勢いでドカーンって来られるので、ちょっとね、なんか でもそれを言ったところで彼の持ち味が出なくなっちゃうんですね、抑えると。だからそれをまあ受け止められる女になろうと思って。ちょっとわかります。トシエちゃんいいこと言ってますよ。いや、突然ねライブで演奏をやめちゃギターをやめちゃったりとかして、私一人みたいな。でもしょうがないですよね、もう本番なのでやるしかないんですけど、ずるいよねって。私が辞めたら一人でやってくれるのかしらとか、いろんないろんなことを思いながら、ブツブツ思いながらやりますけど、はい、まあ終わってからちょっと言いますけど、ね、話し合いっていうんですか、話し合いですよ ね。さてちょっとここで一曲挟みましょうか。はい、今日はアキコズコスモスペースさん、はい、スコティッシュガールをお聴きください。はい、
何食べたい？ピザなんてどう？そういえば国道16号線の古谷の信号あたりにドライブスルーピッツァウッドベイカーズってお店があるらしいよ。ウッドベイカーズ？美味しいの？ウッドベイカーズは木の燃料のペレットを燃やしてピザ窯で焼いてるから、香ばしい木の香りがピッツァや野菜からするんだって。薪で焼くって美味しそうだね。じゃあ電話で予約して買いに行こう。予約しなくても90秒で焼けるらしいよ。でも混んでるかもしれないから電話予約してみるね。ウッドベイカーズ、電話は049-230-3500。見て見て、メニューが豊富だよ。何にする？ナックルヘッド最新作トリリト、心の底に染み入る曲で涙を流し、小さな光を心に灯す。思い出話を引っ張りポッケに詰め込んで。ナックルヘッド鳥人、ナウオンセール。じゃあ後半戦いきましょうか。はい、先ほどからねダンスの話いっぱい聞いたんですけど、はい、岡田先生は、はい、もうすごいんですよ。ラテンダンス世界選手権銀メダル、はい、三笠宮杯全日本3位、はい、すごいですね。ありがとうございます。その世界選手権は年齢別のやつなんですね。はい、なんですけど、でもまあ銀メダルを、はい、取ってまいりました。年齢別だろうが何だろうがすごいものがすごいですよ、それは。ねえ、ねえ、メダルなんて俺なんてセブンイレブンで売ってるあのチョコレートにかぶってるよ、あれあんぐらいしか。はい、どうぞ食べてください。まあはいはい、どうでもいいですね。はい、知りたいですね。で歯が折れたりして、あのままかじったらもうなんか電気走る。そうですね。まあどうでもいいですね。ねえ、あのそのとてもね、はい、見た感じは岡田先生はおしとやかな綺麗な小柄な可愛らしい女性なんです、はい、あのねスイッチ入ってラテンを踊るっていうのをぜひ見たい。見てみたいですね。でね、はい、ここ川越で、はい、去年になりますかね、着物ダンサーズ、はい、あれは川越祭りの時でしたっけ。そうですね、川越の夏の百万トン夏祭りですね、はい、その時に、はい、着物をまとって、はいはい、あのラテンダンスを踊らせていただきました。ね、あの私たちもちょっと近くまで 見たいってね寄っていったんですけど、そうですね、人混みにぽいって追い出された感じになっちゃってね。人混みとあと暑さですね。もう暑かったです ですね。いや着物着ながら夏、うん、ダンスするっていうのはなんか俺から言わせると罰ゲームに近いような感じがするんですけどね。浴衣でしたか。そうですね、浴衣でしたね。浴衣ですか、はいはい、でもよく踊れますよね、あの浴衣で。あの裾が乱れたりとかしませんか。そう、まあ、着物ダンサーズの定義している着物ダンスって、はい、まあ、着物を着崩さずに踊れるラテンダンスってしてるんですね。やっぱり大人じゃないですか、はい、いい大人なので、はい、ピランって見えないようにっていう感じなんですけど、はい、まあ、本当の私がやっているあの競技スタイルのラテンダンスはもうそのもうめちゃくちゃ着崩れちゃうと思うんですけど、はい、そもそものねあのラテンダンスの基礎って、うん、結構小股でちょこちょこ、動くのがあのベーシックのステップなんですね。なのでちょうど実は着物のあの裾つぼまりの感じが、はい、あのステップ踏むのにはちょうどいいんですね、はい、でちょこちょこ踏むと腰がちょっと、はい、あのラテン独特の滑らかなフリフリな動きになるの で、はいはい、でちょうどお袖もありますので、うん、なんかお袖フリフリ小股でちょこちょこあの踊らにはソンソンって感じで着物ダンサーズを作ってるので、まあ、ちょっと可愛らしいラテンダンスっていう感じなんですね、はい、であの結構制限されてるので、はい、足がねあのこんな顔の近くまで上がるとかそんなことがないダンスなので、あ、はい、あの初めての方でも、はい、あのまあ、比較的こうチャレンジしやすいように作ってるんですよね。なるほどね。ちょっとねちょっと興味あるけど多分ね、はい、時間がないね。本当だよ本当にね。ちょっとね興味はあるんだけれども、なんかもしかして着物ダンサーズとその岡田先生のちゃんとバリバリのラテンを
融合させたダンスとかあったりしたら面白いかなとかも。そうなんですよね、うん、まあ、皆さんと一緒に踊ってる時は、まあ、ちょっと出力抑えにやってるんですけど、でもちょっと、まあ、一瞬あの、うん、私が踊るシーンとかも、あの最近入れたりとかしていて、それは楽しみだよね。やっぱりなんか例えばなんですかね、あの着物をこうに浴衣をこうに羽織ってるじゃないですか。中にあのそのラテンの格好して衣装を着てここにいきなりはだけてラテンを踊り出すとか。そうなんですよね、ちょうどちょっとそういうあつらいのファッションショーがあって、あの着物をまとった、まあ、ラテンダンサーというか目標をイメージしてるんですね、あのこうしなやかで野生的 な、でそういうあつらいで、あの初め上に羽織を、羽織というかちょっと襦袢をガウンみたいに仕立てて、来ていて、で途中でパッと脱いで、あの、まあ、すごいヒョウ柄とピンク の、あのミニのフリンジのスカートで、ちょっと、あのランウェイを歩いたっていうことをしたりしてるんですけど、着物ダンサーズはあくまでもちょっとそのみんなとのこのラインは揃えてるんですけど、私個人としてもね、やっぱこうパフォーマーとしては、そういうこともねこれからやっていきたいなっていう夢がね、広がりました、ぜひ見たいね、そうですね、で目標っていうのがいいね。結構あのブイブイいっちゃうみたいな、なんか変わっちゃうみたいなんですよね、スイッチが入ると、スイッチが入ると誰だか分かんなくなるみたいな。見たいねそう、よく大人し、あの羊っぽいとかなんかおとなしいねって言われるんですけど、多分踊るともう もうギラギラしちゃう感じで、そうなんですよ、おしとやかな日本の女性っていう感じがすごくするんだけど、そのスイッチが入った時を見たいよね。何どうしたの？いや、照れてる？どんな感じになるか本当見てみたいですよね。そうですね、なんかだからすごい身長がね、私153ぐらいなんですけど、なんか踊ってる姿を見てる人からすると、なんかもっと背が、まあ、160以上あるように見えて、だから会った時こんなちっちゃいんだねってポンポンと多くて、で遠くで見てると大きく見えるらしいんですけど、近くに寄ってくるとすごくちっちゃくなってくるから、遠近感が逆のあのだんだんね近づいて大きくならないで、だんだんちっちゃくなるんだって言ってよく笑われます。なるほど、面白いですね。そうなんです。そんな着物ダンサーズ、川越から、なんとパリに行かれると、そうなんですよね。もうなんか今年の7月に、パリで開催される、あのジャパンエキスポの中の、あのすごいちっちゃなステージなんですけど、そこにちょっとあの踊れることになりまして、これはね、日本の誇る着物とダンスとでラテンですよね、注目されると思いますね。ね、なんかこう、ね、結成当初、まあ、2年か、の6月からちょっと活動を開始したんですよね、でその時は本当に着物とダンスって敷居が高いって言われがちなので、あのなんかもっと気軽に楽しもうよっていう気持ちを込めてちょっとその活動を始めたんですけど、だんだんやってるうちに、あれこれってこう言葉のいらないこう、コミュニケーションだから、これ国際文化交流とかできんじゃないっていう野望がだんだん芽生えてしまい、でなんかメンバーのうちの一人が、私なんかエッフェル塔の前で踊ってるかもとかって急に言い出した人がいて、ダンス初心者なんですよ、私からすれば何言っちゃってんのって感じだったんですね、まあ、プロのダンサーからすると、パリで踊るって意味分かってますかって思ったんですけど、ピコピコハンマーで頭引っ張ってね、何を言ってるんだってね、パリ戦で後ろからバーンって感じだったんですけど、なんかそういう私のそのプロとしてのそのなんていうかな、思い込みを外してもらって、あ、なんていうのかな、国際文化交流として行けばいいじゃないかと思って、行ってしまえっていう風にね、なってしまったんですよ。だからね、人生って面白いなと思うんですけど、本当にそのなんていうんですかね、本当に向こうの人と、あの
その着物ダンスで一緒に踊ってこれたらいいなと思っていて、毎回その着物ダンサーズのステージをやるときは、あのみんなで踊ろうっていうコーナーを作っていて、あのその場で簡単なステップをお伝えして、舞台に上がってる人とその見てくださってる人たちと一緒に踊ってるんですね。だからちょっとフランスの輩とちゃんと踊ってきたいなと。いや盛り上がりそう、楽しそうだね。すごいな、もうね、海渡っちゃうんでしょ。だってそうだよ、ね、渡れると思ってなかったので本当になんか私も本当社交ダンス一筋で来ていて、はい、他のやっぱりジャンルの方と交わることがなかったんですね、今まで自分の競技生活とかもあって、なんですけど、コロナのおかげで外に出れなくなったことで地元の方とつながって、横のつながりが増えたことで、なんかとんでもない方向に、てか面白い方向に行ってるので、素敵です。逆に言ったらなんか心のオアシスですよね、そういう活動っていうのは。そうですね、あ、そうですよね。私もなんかやっぱりダンスとかって、こう例えば不要不急のなんとかってなった時にバサッてレッスンって初めに切られちゃうっていう経験があったんですね、大震災の時とか、けどやっぱりそのなんていうのかな、こう踊りに来てくださった方たちがやっぱりここで元気をもらえて明日も頑張るよみたいな笑顔を見せてくれた時に、やっぱりそういう芸能っていうのかな、エンタメって絶対大事だなと思うんですよ。そうですね、だからそれをやっぱりもっと日常的に、広めていきたいなっていう思いもありますし、その初めて踊った人がですね、この着物ダンサーズで初めてダンスをしたっていう人が、その本会合駅前 の交差点で踊った時に、もうなんかこう生きてるって感じがしたとか、躍動感がを、まあなんていうのかな、お客様との一体感でワクワクしたとか、なんか本当に人なんかスポットライトを浴びてるのがすごく楽しかったっていう風にこう生き生きされてたので、こうね、なんかこう人生のスポットライトみたいな感じで、こうそういう当たる場所をこう提供するっていうのも、まあ私の仕事の一つなのかなとは思ってますね。素敵ですね。やっぱりみんな、ね、コロナになって家にこもっちゃったけど、うちの父が絶対に芸術はなくなることはない、音楽でもダンスでも、だから私は音楽の道にって言ったんですけど、どんな世の中になっても人の中には絶対それが必要だから、まさにそれだと思いますね。踊りたい、スポットライトを浴びたい、浴びなくても体を動かしたい、音楽を聴きたいっていうのは、やっぱりどんな世の中になってもやっぱりあると思うんですね。辛い時にも口ずさんでみたり、体を動かして踊ってみたりとかっていうのは大事だと思いますね。いや本当そうですよ、いやもう俺たちもラジオもうかれこれもう3年ぐらいになるんですかね、まあ、他の東京都内でもパーソナリティやってたんですけど、川越に移って3年目なんですけど、ラジオを通していろんなそのエンタメの世界っていうのを見させてもらったんですけど、なんだろうな、俺たちって音楽だけ やってきてたんですよ。だけどいろんな世界を見るとなんか、ここに頑張ってる姿っていうかさ、そんで、苦しさっていうのもすごい伝わるんですよ、なんだろうな、ダンス一つでここに一本やりでやってると、辛かった思い出とかそういうのば、いい思い出も確かにありますよ、けどなんだろう、辛かった思い出の方が結構フラッシュバックしちゃったりするんですよ、けど心のゆとりでほら着物ダンサーズとかそういう楽しく踊るっていう、そういうことでこの心の心びとかそういう風になったりもするんですよね。そうですね、だからなんかそういう、ね、私も本当に自分のそのダンスだけこう追求してきた時期もあるんですけど、それがねなんか他の人にもこう伝えられて、なんかそういう心のこう拠り所みたいになってくれたり、元気の元になってくれたら、やっぱそれもすごくね嬉しいことなので、ちょっと私でも着物ダ
ダンサーズのやつをやるときは結構厳し鬼監督らしくしてですね、ちょっとそことか稽古はあるみたいです。でも初めは本当に優しく初心者さんだったから、あ、はい、いい感じですよとかって言ってたんですけど、だんだんなんかヒートアップしてなんか鬼コーチって呼ばれたりはするんですけど、皆さんがグレードアップしてるからだんだんこう指摘もこうね、うん、いろんなことが目についてくるんだとは思いますよね。それがやみつきになってる方もいらしくて、いやそうビシバシしてほしいって言われたら、じゃあちょっとほどほどだけどあの頑張りあのたまにうちを入れさせていただきますね。いつしかなんか先生もドロンジョ様みたいな格好になっちゃってね、なんかそういう格好でなんかレッスン始めますよ。でも目標ねドロンジョ様やったらやばいですよね。もうち打ったらねまさにそのままですね。はい、はい、じゃあですねここで、うん、告知、何かこういうイベントだったりとか予定がありましたら教えていただけますか。はい、私たちのスタジオ記者ダンスアカデミーではちょっと広い空間なので、はい、まさにそのエンタメをね、いろいろここで紹介したいっていう思いがあります。はいはい、で、3月の17日の日曜日に、はい、先ほどあのご紹介いただいた高澤さんの講師に招きまして、狂言のワークショップを開催いたします。はい、うん、で、どんどん行っちゃってもいいですか。はい、で4月の21日の日曜日に、はい、2個のミニコンサートと、はい、体験会をさせていただきます。2個ですか。はい、実は私去年から、はい、まあ2個を習い始めてまして、でその先生が、まあ、台湾の方なんですけれども、はい、ちょっと来日される関係で、はい、先生ちょっとここでこの教室で2個の音色を響かせてもらえませんかって言ったところ、はい、OK をいただいたので、ぜひそのね2個のこう、はい、心に響くあの音色を皆さんに届けたいなと思って。素敵なんですよ。私も CD 持ってますね。うちのナックルヘッドのワンマンライブで、はい、実は2個、ね、2個で演奏してもらったしてもらったこと結構あるんですよ。そうなんですよ。そんですごい難しい楽器っていうのももう重々分かってます俺たちは。ちょっと触れるには、うん、やりやすいんだとは思うんですね。二弦しかないし、だけどいい音色を出すのは本当難しくって、はい、初めのノコギリみたいな音しかしなくてびっくりしちゃっていやーと思うんですけど、やっぱり自分で弾いててもこうお腹にあのところに当てて弾くんですけど、はい、こう響いて体に響いてくる感じが心地よくて、はい、普段ラテンダンスでリズム系に合わせてこうジャカ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 踊ってるところに、はい、あのメロディーがこう入ってくると、また私にとってめちゃくちゃ癒しで、はい、ここの教室で夜な夜な練習をしてるんです。でなんかちょうど響くので、うん、気持ちよく、ね、はい、やってますね。であともう一つが、4月の28日日曜日に、はい、ハッピーカーニバルっていうブースイベントをやっていて、はい、今回で8回目になるんですね。はい、でいろんな物販とかなアクセサリーとか、はい、着物のリサイクルがあったりとか、あと占いとか、はい、なんかクラフト系のワークショップとかを開催してるんですけれども、そういったね場所として使っていただき、そしてダンスタイムもあるというブースイベント。楽しみですね。無理やり踊れという、いやいやそういうのあった方がいいですよね。楽しめますから ね。じゃあぜひ皆さんねアンテナ張って、はい、SNS とかでも、あ、そうですね、発信していきます。はい、検索方法は Facebook もしくはインスタで、はいはい、これはでも URL 言えないですね。岡田優子で、ね、はいはい、検索していただけると、はい、分かるようにしておきます。はいはい、分かりました。ということでゲストのコーナーあっという間にお時間になってしまいました。はい、とても楽しかったですね。早かったですね。はい、またぜひ遊びに来てください。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お米食べてる？太るからな。玄米なら太らないよ。ミネラルも豊富だし。歯に挟まるからな。昆布好きにすれば挟まらないし美味しいよ。川越米って川越で作ったお米のことかな。金城さんも生産してるんだよ。そうと聞いたら食べたくなってきた。買いに行ってくる。全国どこからでも注文できるからね。金城です。川越のお米の五つ星マイスター金城。ナックルヘッド
最新作鳥人、心の底に染み入る曲で涙を流し、小さな光を心に灯す。小さな光でもこの手で温めて。ナックルヘッド鳥人、 Now on sale。 ここでお知らせです。ドライブスルーピッツァウッドベーカーズ様では店内で生パスタを提供しています。これが本当に絶品なんです。ぜひ美味しいピッツァや生パスタをお楽しみください。また小江戸市場金広様では今川越米の新米を絶賛発売中です。全国どこからでも楽天市場から注文できます。ぜひ美味しい新米をご堪能いただきたいと思います。あなたの曲をレコメンド。今月のレコメンド曲は映画獣手よりつなぐをお届けいたします。作詞作曲高井ひよこ、歌ジュネ。獣手のすべてがこの曲に詰まっていると言っても過言ではございません。どうぞお聴きください。鎖ぶら下げて済む足取り、ごく当たり前の幸せを享受する権利もなく、そっとは休日のパレードも、君はどこか違う場所、繋ぐ手が離れないと言った、繋ぐ手を離さないと言えなかった、追いかけて何もかも砕けた、その先は君の歌だけ聞こえる蜃気楼。今月のレコメンド曲は映画獣手よりつなぐでした。
っという間にお別れの時間になりました。この番組へのメッセージは X ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー、 Facebook ナックルヘッドまでお寄せください。この番組はドライブスルーピッツァウッドベーカーズ、五つ星お米のマイスターのいる小江戸市場金広の提供、手作りの器で美味しいご飯、川越昭和の町の大黒屋食堂、エンターテインメントを発信するオフィススパークルの協力でお届けいたしました。では来週もまたお会いしましょう。ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。何優しくて終わらない音奏でながらずっと一緒にいられたら、少しずつ変わってく僕らの変わらない何か